リアルガチでやりたいと、僕の初持ち込み企画です。フォートナイトのキャラ、アイテムをたくさん持って敵と戦うわけなんですね。マジすごくないですか？おかしくないって。今回は皆さんにフォートナイトのアイテムを持っていただいて、現実世界でできるのかっていうのをやってもらいたいんですよ。もうわかるよ、辛いよ。でもフォートナイトのキャラは全然辛い顔せずにやってるから、みんなもできるんじゃないかなと思って。雰囲気やべえな。ドサック持っていただくアイテム以外にも、フォートナイトのキャラクターいろんなアイテム持ってるので、まあ、その ねアイテムをちょっと実際に持ってきたいと思います。こちらです。こちらバックパックとツルハシ。言われてみれば拾う以外でも最初に確か持ってるから、これをですね、まあ、カラタさんに持ってもらいたいと思います。俺一旦ね、まあ、一旦今はでもそんな重くないでしょ。まあ、今は全然平気です。はい、はい、持ってきました。木材です。建築資材実は999個持てるんですよ、フォートナイトのキャラクター。まあね、ちょっとさすがにそれは無理。あいつらよく持ってるな。確かにな。チューブポーションか。台の方3スタックできるんで3つちゃんと持ってきました。リュックの中入れようか。重くなってきた。ちょっと重いね。おーい、タクティカルショットガンとアサルトライフルとロケットランチャー。これね、フォートナイトのキャラこれ持つから、まあね、多分いけると思うんですよ。おしゃれしてんじゃねえよ、おい。ごめんごめんごめん。アサルトライフルと、この振り回しがいいように、前に出ないように。すごい見た目が。いいよ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 。残りワンスロットまだ残ってるんですよ。おい、キャベツだ。僕フォートナイトといえばキャベツだと思うんですよ。そんなことねえよ。1スタックで15個ゲットできるんで、うん、すげえな。八百屋でも持たないよ、持たないね。おい、おお、これが見たかった。嘘だろ。だってこれでさ、ジャンプとか。ちょっと待って、本当に重い。これしゃがんだりするわけでしょ。そうなんです、今回なりきってもらおうと思ってて、うん、ちゃんとフォートナイトの動きやってもらおうと思うんです、うん、はい、ということで、はい、動いてもらいたいと思います。頑張れ敵来てる、頑張れ、隠れて、隠れて、敵が来てるよ、敵が。ジャンプ。出さなきゃいけないんだ、キャベツが。早くポーション飲まないと。飲んで。さあ、ちょっとでも回復。あこんな手間取んないって。畑荒らしじゃん、畑荒らしで。手元だ。何やってるの。おだいてすぎじゃん。あはは、切れた。終了。オーバーリアクションじゃねえか。そんなことない。きつい、きつい。新作のハーモニカさんいらっしゃるので、お二人にもやってもらおうかと。いや、俺らはいいよ。以上、リアルガチです。ありがとうございます。まだ終わりません。3人一人一人やっていただいて、フォートナイトのなりきりコンテストを開催したいと思います。待って、俺もう一回やるのかこれ。あ、お願いします。じゃんけん、ほい、じゃんけん、ほい。やった、俺最後。この装備全部着てもらって、うん、僕がスイッチで皆さんを操作しちゃいたいと思います。貴族の遊び。やりたかったんですよ、マジで楽しそう。現実世界でフォートナイトやりたかったんですよ。最後に、うん、このピー君を百勝で撃って、でそれで終了となります。おしまいです。それを、はい、僕が評価して10点満点で決めていきたいと思います。点数までつけられるんで、はい、1番のじゃあ僕さん、ね、お願いします。もう来ていただいて、やってきます。はい、1番目の挑戦、田んぼさんお願いします。重いよ。よーい、スタート。ジャンプ。うわっ、思ったより反応しないな。あれは芸術で低いよ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。あれ、しゃがみ。うわっ、まあ、隠れて移動してください。さあ、敵が建築してきました。それ壊してください、ツルハシで。うわっ、重い。さあ、ツルハシで敵を倒してください。敵倒して獲物を落としてください。前もクレーンをかけちゃってください。建築
築してください。また建築、建築、こっちが建築してください。ピリを打ってください。さあ射撃、よいしょ。おお、どうだった田んぼ。二度とやりたくない。あのさ、なんかお前のおたけじゃ何だ。うん、得点が8点。おお、高い。声もすごく面白かったし、8点になった理由が、うん、あの動きが最初の方ちょっとラグっぽかったんですね。なるほど、ラグ、ラグがあった。多いのよ。以上、田んぼ8点だった。はい、はいはいはい、ということで次は藤田さんお願いします。よし、よし、フォートナイトスタート。まずはジャンプしてください。ジャンプ、意外と跳ねる、意外と跳ねる、跳ねるみたいなジャンプ。頑張るね。結構走ってください。走る、面白い。すごいすごい。あ、シールドポーションが出てきた。ポーションを飲んでください。ポーション飲まなきゃ。どうやった藤田。思ったよりしんどいね。しんどいよねこれ。あの声出るね絶対。藤田さんの点数、おー、はい、じゃん。おー、理由はですね、まず敵を倒すときにすごいスピーディーで実際にフォートナイトプレイしてる気分になれたっていうのがまず1ポイント。まずね、再現なので、あと声が良かった。あの人声にすぐ積もるね。共通だね。最後です、カラトさん、お願いします。じゃあゲームスタート。やりましょう。歩いて場所を探していきたいと思います。さあ、ジップライン見つけました。さあ乗ってください。おー、いいね、いいね。壁を見つけたんで建築壊してください。あ、いい、お早い、これ今までで一番早い。早い、シールドポーション回復しよう。一番早い、早いですか。スピーディー、さあ全部分け。天気が、早い早い、天気と相まってなんかすごい爽やかな、爽やかな。独自のやり方があった。あ、いいね。デスマッチお疲れ。なんだストームって。話が違うよ。ストームなんかなかったもんな。なんだよ。採点終わりました。じゃあ結果発表いきたいと思います。結果発表、結果発表。いい声、いい声。さあ、カラトデスマッチの得点を発表していきましょう。お願い。バンバン100点。カラトさん100点。もうめちゃくちゃ、めちゃくちゃだよ。まあ、理由もちょっとちゃんとあって、めちゃめちゃスピーディーだったんです。この素早さは本当にプロ。なるほど、プロの建築射撃でした。で、これストームから急に出てきたのに逃げ切ったところ。で、あと声が良かったです。声好きだな。声がすごい良かった。全部声だな。ということでカラトさんが1位。4000V マックス。どうよ。いや、もうね、1個分かったんですけど、おはこるチューバーでゆうきくん一番変。それ企画から点数まで全部変だわよ。それフォートナイトが好きなだけなんです。これ本当に相当強いキャラクターが来ましたわ。、ね、3回目、4回目ですか。来たな、とうとう来たな。あれおかしいな。